おはようございます。おはようございます。9日目ですね。ようやく国境まで来ましたね。で、今日国境を越えるんだよね。越えます。はい、ついにタイから脱出ね。カンボジアですよ。だけどその前にあれだよね、なんか国境の近くにマーケットみたいなのがあるんだよね。めちゃくちゃでかい、なんかでかいマーケットがあって、うん、ちょっと行ったことないからで、なんかね、最近の情報はちょっとマジなくて。あ、そうなんだ。コロナ後のちょっと今どんな感じになってるか分かんないけど、前はね、なんかで、それこそレンタルバイクとかの何貸し出しもあるみたいな、要は自転車でこう中を回れるような、うん、あ、もうそんな広いの。そうそうそう、結構でかい。すごいね、うん、Google マップで見ても結構でかい。ちょっとそこに立ち寄って、まあ、それ終わった後に国境越えですね、今日は。そうだね。じゃあ行きますか。選手交代してもらっていいですか。嫌です。カチカチになっちゃった。なんかザ・ローカルマーケットっていう感じだね。でもさ、めっちゃ広くない？うん、やばいね。あ、チャリも欲しくなる。チャコチャック以上の気がするね。わ、ブーツいっぱいあるじゃん、かっこいい。Oh, I help, I help, the same. Mate, pen, pen, I help, yes. このパンツと同じやつある。Second hand, second hand, I help. I help big, small. Okay, 試して。Yeah. おう、10歩じゃないね。Yeah, yeah. 150バーツらしい。絶対偽物だよ。Okay. 変わった感じはどう？安そう。ということでね、ブーツショップに行ったけど、まあ偽物だろうね。でもさ、ソールちゃんとしてるんだよね、ビブラムで。はい、ソールがこの取れるじゃん、革じゃないの。本当だ、偽物だよ。騙されないようにね。こういうてかさ、ブーツの偽物と似てんだね。しかもステッチも甘いっすよ。絶対偽物だよ。雑。ソールはビブラムって書いてあるけど、多分これもビブラムソールじゃないんだよね。全体的にめちゃ甘いね。いくらなんだろうね。ハマチェで1000バーツです。高い。パチモン市場感がすごい。てかパチモンしかないんだよ、うん、もう。なんかもはや中国とかで行ったね、なんかパチモン通りみたいなのがまさにこんな感じだったんですよ。まあちょっと飯探します、ね、とりあえず。まあちょっとこんな感じよ、このこんな感じ。ボーダーマーケットは偽物が多いね。国境にこんなちゃんとしたモールがあると思わなかった。びっくりした。ここで食べようかなと。タイ最後の飯だね。マーケットはちょっとあんま美味しそうなものがなかったね。ちょっとそそられんかったね、うん、これはまさかのお抜けの殻みたいな。閉まってますね。ケンタッキーは開いてる。ケンタッキーで食べましょうか。しょうがないです、まあ、久々にね。ということで最後の晩餐はケンタッキー。どこでも食える飯ですが、まあまあいいでしょう、はい、これさ、
多分俺の特殊な食い方なんだけど。チキンはチキンで食いたい。気持ち悪い。全然意味わからない。ここを多分歩いて渡るんだよね。そうだ。うわ、ちょっとテンション上がるな。初だわ。初国境越え。ここか。ここだね。これだね。はい、ということでね、ボーダー到着です。竹内くんは白杖だから先に行っちゃいましたが、今から国境を越えたいと思います。いや、いいね。てか、なんかここのボーダーすごいちゃんとしてるね。ちゃんとしてる。俺がさ、昔行ったところはさ、フガープラムっていうところなんだけどさ、そのフガープラムはさ、もうこんなんじゃなくてさ、もうもっと普通通のやつだと思う。なんか俺もそのイメージが、建物が一個だけあって、あ、そうそうそう、ほんとそれだった。俺はこのゲート越えたらもう国境って、うん、それそれ。さ、ここなんかすごいちゃんとしてるとこだわ。あれ、これは、ああ、そこからあるわ、あれが。来ました、カンボジア。よっ。ちょっと長かったね、意外と。ちゃんとがっつりだったね、入国審査し、雨がちょっと突然のスコール。まあ、ということで、今からカンボジアの今日のお宿へ。そうだね、ちょっととりあえず向かおうかな、はい、ところで。今日あれだよね、ポイペトの、うん、この近くでちょっと一泊して撮ってんだよね。はい、はい、じゃあ行きましょう。これは悪路だね。この道まっすぐ行ったら右手に出るけど、 3G なんて入ってないの。一緒だよ、一応動いてるからまだマシで。 3G でさ、 Google マップって使えんの。動いてる。あ、動いてんの。合っとるかどうか。あ、本当。そうよ。わー、やばいね、道悪いね。ウキウキ心配だわこれ。おっと、前方が、前方が冠水しておりますよ。前方が冠水しておりますこれ。いや、これやばいな。あ、これやばいな。あ、これやばいわ。あ、やばい、びっちゃびちゃ。あ、しかもこれ先がやばいよこれ。今我々は道路を走ってます。竹内さん、どんどん深くなってますよ。ちょっとやばいですよこれ。竹内さん、水から便所の匂いがしますよ。お、やばい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 、すげえすげえすげえ。おお、やばやば、お、すごいすごい、もう水に浸かるわ。うわー、やばい。あ、右、何聞こえん。あー、最悪だ、やばい。ということでね、なんかホテルがこの俺が泊まった向かいのところらしいから、竹内くんの自転車があったから、ちょっとね、荷物が重すぎて自転車を押していけないんで、一旦私の自転車はここに置いておいて、とりあえずこのでっかい荷物だけ持ってきます。そして道はこんな感じですよ。もうびっちゃ、すっさ、びっちゃびちゃよ、びっちゃびちゃ、最悪だぜ。ハロー、やばいね。はーい、めっちゃくちゃやばい。
最悪だよ。竹内君の声がちっちゃすぎてどこか分かんないじゃないか。ちょっとね、全体的にね、指示の声が小さいよ、竹内君。俺は分からないからさ、俺はカメラを持ってるんだから、君は大きい声ぐらい出してくれないと困るよ。とりあえずね、荷物を置いたんで、じゃあ自転車のピックアップに行こうと思います。またこれですよ。もう慣れたもんだね。2往復も3往復もすると。カンボジア入国でどころかもとんでもない災難ですよ、本当に。びっちょびちょになるし、竹内くんの声は小さくて俺聞こえないしさ。で、そんな彼は今ね、なんかのんきにさ、タバコ吸いながら携帯で、多分俺の動画撮ってんだろうな、お前。ふざけんなよ、お前。おい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 。なんか今ね、無人島に上陸した人みたいな、あの陸から陸に来たと思えないあの上がり方しとった今。もう今だって3往復目とかだからね。なんで？なんで君がまずいなくなって1回探しに行って1往復でしょ。でちょっと荷物が重すぎるからもう1回岸に戻って2往復目でしょ。岸って言うな。岸って言うな。で荷物をここに置きに行って3往復目で、これ4往復目だ。本当。自転車だ。えらい大変でした。竹内さんちょっと声が小さかったっていうことで。じゃあさ、俺が呼んだ時にさ、お前もこう U ターンしてきとったらさ、あ、止まったわ、来るわと思ってさ、止まっとったもん、全然来おへんかった。で、俺もう岸から降りれんかったからさ。俺は十字路のところ、過ぎようとしたところで右って言われたから、俺右に曲がるんかと思ってさ、で、パッて見たらお前いないから、え、右曲がったのか、パッて右見たらいないじゃん。あれどこ行ったのみたいな。右にあるよ。消えたやん。右、右カッコあるようだった。右にあるよって言わないとダメだよ。わかんないよ。戦争犯罪人の竹内さん。戦争犯罪人？君のせいで俺は今こんな深夜2時とかにブーツを乾かしてんだよ。君のせいで。